どうも皆さんこんにちは。今回の動画では北九州マラソンについてお話をしたいと思います。それでは今回もよろしくお願いします。2023年の北九州マラソンに僕は参加する予定なんですけども、この北九州マラソンですね、僕が初参加したフルマラソンでもあります。今まで合計2回参加しててですね、1度目は3時間29分台で、2回目はですね、僕の自己ベストでもある3時間14分台と現状の、ですね、僕の自己ベストを出した大会でもあります。初開催は2014年らしくて、比較的新しい大会かなと僕は思ってます。2021年と22年はコロナの影響で中止になってますね。開催時期はですね、毎年2月に開催されていて、熊本城マラソンと同日開催らしいです。大会の規模としては例年約1万人ほどで設定されているようです。コースレコードは2018年に川内優輝選手が出した2時間11分46秒になってます。僕もですね、この時参加して川内選手見たんですけど、めっちゃ速かったですね。大会のテーマソングは五大悟の銀河鉄道39ですね。これ聞くとですね、北九州マラソンの時期だなって思いますね。コースとしてはもちろん距離は 42.195km なんですが、肝心な累積標高は約 80m ほどらしいです。スタート後の 5km ほどは緩やかな上りで、あとはほぼフラットに近く、長い上りはないなといった印象があります。福岡マラソンが、だいたい累積標高 130m、 菜の花マラソンは 400m なので、比較的アップダウンの少ないコースかなと僕は思ってます。ざっくりコースを説明すると、北九州市役所前をスタートして八幡方面に進んで、旧スペースワールド付近を通過して戸端駅方面に進みます。20キロ手前で U ターンして西小倉駅を過ぎたあたりが20キロ地点になりますね。あとはひたすら門司港駅方面に北上していくんですが、ここが面白くてですね、20キロ過ぎてから30キロほどまで進んで、あとは折り返して戻ってくるというコースになってます。なんでトップ選手を身近に見ることができるので、かなり刺激になりますね。ただ30キロあたりの折り返し以降ですね、場合によっては向かい風になって、ただでさえ30キロの壁できつい時に、向かい風で追い打ちをかけられるといったド S な時もありますね。僕のイメージなんですが、いつも向かい風で、きついっていった印象があります。マラソンのタイムに直結する気温なんですけど、まあ2月に開催ということもあって、かなり寒いと思います。だいたいいつも10度以下みたいですね。ただ暑いよりかは走りやすいと思うんで、僕はですね、半袖半ズボンで、挑みたいなと思ってます。今回の北九州マラソン、前回のですね、指宿菜の花マラソンとは違って自己ベストを狙ってます。一応目標は3時間10分カット、可能な限りサブ3に近づけたいなと、思ってます。で、まあ、できるだけですね、サブ3に近づけて、3月に開催される佐賀桜マラソンに、つなげたいなと思ってます。正直ですね、僕の実力でサブ3は今のところ厳しいかなって思ってるんですけど、まあ、しっかりとですね、結果を残したいなと思ってます。それと遠方から来られる方もいると思いますので、近場の山情報をお伝えしたいなと思います。まずですね、サラクラ山ですね、ここはなんといっても夜景が抜群です。スロープカーがありますので、山頂までですね、楽々行くことができます。なんで、まあスロープカーでですね、マラソンの後に、まあ、ちょっと登って夜景を見るっていうようなこともできるかなと思います。次ですね、足立山という山になります。標高は約 600m ですね、ここもですね、北九州市街を見渡せる絶景の山になります。ちなみに前回僕が北九州マラソンに、出た時はですね、マラソンを走った後にこの山に登りました。最後に紹介するのが高遠山という山になります。北九州マラソンの会場からだと、車で若戸大橋を渡っていくと比較的近いかなと思います。ここは山頂まで車で行けて、皿倉山方面を望むことができますね。ここも夜景スポットなんで、ぜひ皆さん行ってみてください。他にも平尾台とかですね、いろいろおすすめな山はあるんですが、今回はですね、特に、おすすめな3つの山をご紹介させていただきました。まあですね、北九州マラソンの前後にでもぜひ行かれてみてください。ということで今回は北九州マラソンについての動画になりました。これからもですね、トレランを中心にマラソンとかレビュー動画をアップしますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。